どうもベトナム在住のウキツです。今日もねちょっとまだエンジンの分解はしないでちょっと横道にそれた話というか加工準備をやっていきたいと思います。以前ねこの部品使って革命4速の下部をギアインジケーターつくようにしたんですよ。ここにつけるんですけどね。でこのシャリーは3速エンジンなんで、まあこれをつけても位置が合わないんですけども、トップギア3速だけね、何かライトがつくようにしたいと思ってるんですよ。なんでちょっとここにつけて、トップギアの位置で、インジケーターが光るようにね、するため、場所の確認。で、あと前回はね、こっちのシフトドラムの方を削りたかったんですが、それができなかったんで、まあ、今回も削れない気はするんですけども、ちょっとマーキングだけねしておきたいと思います。ちなみに削る削るっていうのは何を言ってるのかというと、こいつなんですが、このね出っ張りがここと当たって通電するシステムなんですよ。でここにあるね小さなピン、これがシフトドラムのところに刺さってて、まあ位置が合わせられるようになってるんですけども、まあもちろん下部にはねこんなピンが刺さる場所がないんで、前回革命下部で加工したかったんですよ。ただシフトドラムがねあまりにも硬くってリューターで削れなくって、結果的にはこのピンを切り落として位置だけ合わせたんですね。でまあ多分今回もそうなるとは思うんですけども、せっかくなんでちょっと位置確認、このピンがどこに来ればいいのかだけ確認しておきたいと思います。で、今が何速なのか、これがニュートラルですね。なんでニュートラルから一速後ろにするとこれが三速の位置で、この部品がつくんですけどね。で前回問題になったのがね、この配線の束がここに当たるんですよ。まあ、今回ね、当たってもし配線が破れても一番内側にあるやつだから、このピンクですね、ピンクがねトップに来るようにすればいいと思うんですよ。なのでね、ピンクがどこなのか、ピンクが通電確認をね、こいつですね。この下側だな。忘れないようにこの下側、マニキュアでねマーキング、でこれをここにつけるとこいつが
こね、一応ポンチでもね印つけておきます。そうしてどうすんだっけ、こいつか。今が3足になってるんで、これがねここに来た時にこの位置に来て、ピンがこれな、なんでね今3足にある時にここにさっきのピンが刺さればいいんですよ。なんでこいつも念のためマーキングポンチでね、ポンチじゃ跡もつかない。ここもねマニキュアを塗っていきましょう。暴れそうだけど、あーうち塗りすぎた。こんな感じやろ。こんな感じでね印つけてみました。まあシフトドラムがね硬くって取り外したとしてもリューターで削れるのかどうかわからないしね、まあそもそもそういうことをやるのがいいことじゃない気もするんですけど、まあまあとりあえず今回マーキングだけはねしておきたいってことでやってみました。まあ今日はねちょっと今から出かけなきゃいけないんで、明日からこのエンジンねバラしていきます。ちなみにね今回このエンジン、まあ、一番の問題はニュートラルストッパーが効かないことなんですけども、先日ねエンジン暖気してから圧縮圧力測ると、圧縮圧力が7キロとねちょっと低めに出たもんですから、まあヘッドをね外してゆっくりちょっと一つ一つ確認しながらやっていきたいと思います。まあなんせこのエンジンはね一応娘が高校に行ってバイクが乗れる16歳になってからね使う予定なんで、まだ実は1年猶予があるんですよ。まあそんなにのんびりやるつもりはないんですけど、まあぼちぼちとね少しずつやっていきたいと思います。今日はねこれまでです。それではまた。